ちょっとお金動き見ますね。はい。一応ね、確かに痩せてるんですよ、こういうところがね、いろいろ、うんうん、ね、痩せてるけど、ボリュームロスを補ったら確かにこう上がる感じは出るけど、うんうん、ここが動く、こういう動きが 出るわけじゃないんで、あ、こういう動きがね、うんうんうん、だからどっちみちやっぱここもちょっとこう動いてる方が入れた時に、うん、もう形きれいに出るっちゃ出るんですよ。あ、じゃあここに出る方がいい。だってここが、まあ、極端に言ったらこんな状態で入れたって、うんうん、確かに、ボロボロするじゃないですか。確かに。ちょっとこうテンションかかってたら入れたら綺麗に形で出るんで、うんうん、だからね、まあこう分散、こう一日でこう分散してこう、うん、こう入れる感じ。うん。わかりました。うん、どうしてどうして。はい。こう軽く動かして、うん、で。入り口でこのもみあげの産毛あるじゃないですか、ここにちょっとこう重なるぐらいに後ろ寄せるんで、そしたらこう後ろに寄るからこうグッと目立ちにくくなります、うん、グッと目立ちにくく、うん、消えないんですよね、色が白いから、まあ、うん、やがては消えると思うんですけど、うん、結構残りやすい感じなんで、うんうん、この動き、うん、これがちょっとこうなるだけでよくないです。確かに感じとしては。それで入れればいいですもんね。そうそうですそうですそうです。うん。オッケーです。うん。はい。よし。はい。じゃあちょっとずらしていきますね。じゃあ、はい、軽く持ってもらって、ちょっと惜しかったね。はい、でも基本的にはタレミ非常に少ないですね。うんうん。触ってみた感じやっぱ少ないですね。うん。よし。大体こういう感じでした。フェイスラインこの動き入れてって、ちょっとこうなるだけでやっぱりいい感じなんですね、はい、このイメージ、うん、OK です。で、入り口がこの下、この見えないところで、これもみ上げの産毛の中、うん、これね、かなり目立ちにくいと思います。わかりました、うん、OK です。毛根が入っているところはいくんで、はい、お願いします、はい、OK です。はい、よろしくお願いします。
じゃあやっぱ今までねしっかりやってるんで、タイミス中もすごい引き締まってるんで、まあ、4本でもしっかり取れてますね。うんうんうん、OK です。うん、ここもフェイスライン、うん、スってなって、やっぱこっち中顔面ね、うん、ここもちょっとやっぱりこうリフトかかってる方が、うんうん、この後年下する時も形綺麗に出ますね。わかりました、うん、ありがとうございます、うん、これ2、3日ぐらいですね、2、3日ぐらいね、はい、いつものやつ、はい、OK です。いただきますので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はいはい、お疲れ様でした、はい、OK です。